でっか。かぼちゃ手持ちでいっか。ザ・かぼちゃ。ザ・かぼちゃ。農作業や自然体験を楽しむのは修学旅行の高校生たち。この体験を通してまた鹿児島に来てみたいなって思って。ああ、それは思いました。また来たいです。ふるさと鹿児島、都市と農村の交流、グリーンツーリズムについてお伝えします。志布志市の水たまり花は農家レストランとともに農家民宿を開業しています。外国人の皆さん、どちらからいらっしゃってるんでしょうか。フィジーなどの方からですね、志布志市のゴミ分別の勉強に、はい、いらしている方たちなんです。一緒に作っているのはエコガマ。花北さんが熊本の九州ツーリズム大学に通った時に教わりました。災害が起きた時に役立つ優れもの。ちょっとした木切れとかですね、廃材とか災害で出たいらないものをちょっと燃やして短時間で調理ができたりとか、お湯を沸かしたりとかですね、そういうのができるエコなかまどです。ロケットが噴射してます。本当ですね、今すごい火力が強いです、ね。さあ、お米が炊き上がったようです。綺麗な白いお米が、あと蒸らせば。花北さんはこのエコガマを地域に広めようとしています。 Do you like Japanese rice? Yeah. Use this one, it's easier for we can use it or because our country we usually use the... 花北さんは若い時からレストランや民宿の開業を目標に準備をしてきました。一番は人と関わるのが大好きなことで、料理をするのも好きでしたし、その料理で人をおもてなしして喜んでくれれば、またそれが私の元気のもとっていうかですね。農家民宿では畑で栽培している野菜や果物を収穫、それが夕食の材料になります。大地と触れ合って田舎の暮らしを肌で感じるひととき。They are doing the thing in large amount, but we are doing the thing in small amount. Yeah, but we feel great with working with them. 宿泊客が一緒に調理をするのも農家民宿の特徴です。お腹いっぱい食べさせてあげたい。はい。人間ですよ。お腹いっぱいになると機嫌がいいですよ。うん。プローン。プローン。片言の単語と身振り手振りで交わす会話。きっと心は通じてると思います。楽しいですよ、本当に。もうずっと笑ってますよ。いいですね。花北さんの愛情あふれる料理が食卓に並びます。お疲れ様でした。いただきます。どうですか。A Japanese style of farming is I think it's great. It's different from to the other part of the world. 志布志市の農家民宿は現在8軒。それぞれに個性あふれるメニューでもてなします。いろんな人にここに来て癒して、また元気を取り戻して社会に出ていってほしいというのがありましたので、こちらが受け入れる体制をどんどん強めていてですね、志布志をどんどん知ってもらえたら、はい。都市と農村の交流、グリーンツーリズムでは、田んぼを舞台にした田植えや稲刈りなどの体験メニューが人気を呼んでいます。なかなかできない軽減をできるのはいいことかなって思います。でー農作業体験をしながら季節の彩りに包まれます。田植えに始まりまして、今日の田の草取り、それと秋の方には収穫祭、そしてそばの方も9月に植え付けをしまして、秋頃またそば刈りということで、だいたい年間1000人ぐらいの方がいらしていますね。時期は1300度、これは陶器ね。
有田焼きとか伊万里焼きとかいうのは時期です。土がちょっと違うんだけども、私のこの薩摩焼きと。薩摩焼き工房で説明を受けているのは高校生たち。京都からの修学旅行でおよそ190人が南薩摩市などに農家民泊をしました。鹿児島にはさっき言った白薩摩焼き、黒薩摩焼きがあるんだけども、私のやつは黒薩摩焼きです。まあ、黒薩摩焼きというのは釉薬が鉄分を中心にした釉薬だから、黒薩摩の代表的なね。陶芸家の東さんは今年から修学旅行生の受け入れを始めました。その普段できないことを楽しんでもらえたらいいと思います。それと大きくなって学生になったとか社会になった時に、まだ私は1名ですのでそういうことはありませんけど、他の先輩方に聞くと遊びに来てくれるということですので、それを楽しみにやりたいと思っています。高校生たちは3人から4人に分かれて受け入れ家庭に2泊しました。実際に農家民泊という体験をされて、いかがですか？いや、もうなんかお家の方がとても温かくてホッとして、もう楽しく過ごしています。まあまあ適当でいいね。まあ、うん、では初めての体験はどうでしたか？もう最高です楽しいまた陶芸とかさせてもらうんで、その辺の新しい自分がやったことないことをさせてもらうのがちょっと楽しみです。僕は鹿児島で修学旅行の農家民泊が始まったのは10年ほど前から。当初は300人でしたが、九州新幹線開業などの効果もあって今年2万人を超える見込みです。自分らが食べてる野菜はこうやってできるんだみたいなをこう目で見て、はい、学びました。民泊先のお母さんはどういう方ですか？いや、すごいユーモアのあるフレンドリーな人だなと思いましたなんか鹿児島のこととか聞きました？桜島の話とか、方言の話とか食べ物の話とかいろいろ教わりました。修学旅行の鹿児島の受け入れの主体となっているのが NPO 法人エコリンクアソシエーションです。この教育旅行を通して地域でこう変わってきたこととかありますか？自分たちのやってることが そんなやっぱりその珍しいことなんだということをですね、初めて知って、それで、きちっとプログラムを作ったりとか、そういう形でですね、体験をできるようになってきましたね。身をつかんだら油がつくから、一番上のここを持って こうしてカッティングします。あ、でブドウは直接身に手に触れません。触っちゃダメ。果物や野菜のハウス栽培をしている医療さんは6年前から農家民泊を続けています。年間20組、これまで350人を超える子どもたちを受け入れてきました。ピーマンも食べられない子がたくさんいるんですけども、それで僕私は食べられませんけど、言うた子にも食べてごらんなさい、そしたら水おいしいおいしいって言うて食べてくれます。それからピーマンが大好きになったという報告が来ています。ほんの短い農業体験ですが、命の恵みを間近に感じて子どもたちは成長していきます。まあ、こういうブドウ狩りだったりとか、ピーマンの鉢植えだとか、そういうなんかこう自然にいっぱい触れることができて、まあリフレッシュというか気分的にもすごく嬉しいですね。農家の受け入れ先のお父さんたちはいかがですか？はい、とても優しい人で、なんかいていて全然楽な気分というか楽しいです。鹿児島の農産漁村は大きな魅力を持ったフィールドです。今修学旅行生の受け入れ農家は
県内全域に広がって1000軒を超えました。鹿児島県全体で、まあ、4万人から5万人ぐらいの修学旅行の受け入れはやっていきたいというふうに思います。まあ、数だけでなくて、その一人一人がですね、やっぱり丁寧にそのお客さんを迎えて、そして返していくと。鹿児島グリーンツーリズム協議会が農家民宿の開業予定者にアドバイスです。何か事故があった場合にすぐ外に出られるかどうかっていうのをですね、確保しておかなきゃいけないんですよ。ですから、まあ、これはこちらからもすぐ出られますよね。まあ、これはあっても構わないと思います。旅館業法の規定に合ってるかどうかを、各お部屋をですね、確認させていただく、自分が住んでらっしゃる家をですね、提供して人に泊まっていただくという仕組みですから、清潔であることとお客さんとして使いやすいかどうかということが問題になるわけですね。修学旅行生の受け入れと違って、一般の客を泊めるためには法律に基づいた民宿の許可が必要です。ビローさんは修学旅行生は2年前から受け入れてきました。やっぱり一般のお客様もやる端島を PR したいな、そういう気持ちがやっぱり一番だったですね。やっぱり我がふるさとを誰よりもやっぱり思う気持ち。今県内の農家民宿は年々増えて、およそ90軒に上っています。県内または近くの県外の方にも、鹿児島のこういう農的な暮らしですとか、また各地で頑張ってらっしゃる皆さんのお取り組みを知っていただく、まずはきっかけ作りをですね、広くさせていただければと思ってます。都市と農村の交流、グリーンツーリズム、皆さんも緑に囲まれて癒しのひとときを味わってくださいね。